スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、トモとリエコのものづくりサポーターズ。はい、皆さんこんにちは、この度スモールさんインターネットラジオで日本のものづくりに関して普段聞くことができないあんなことこんなことそんなことを楽しく愉快にお伝えしていきたいと思います。番組進行は株式会社斉藤製作所代表取締役斉藤智義と、株式会社相模原産業創造センター相模原表面技術研究所の所長須藤理恵子です。今日は第1回目ということで、私たちが何者かということを少し話させていただきたいと思います。まず私の方からですけれども、私の会社はドリルを作っている会社になります。ドリルって言いますと、一般的にね穴を開ける工具になるんですけれども、皆さんも小学校の時とかに図工の時間にね、机作ったりテーブル作ったりする時にこうドリルで穴を開けたりしたっていう経験はあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、基本的にはあのドリルを作ってるんですね。ただ、ちょっと変わったところで、言うと髪の毛より細いドリル、サイズにすると 0.03mm 30ミクロンっていうんですかね、1ミリの30分の1というような、大きさのドリルを作ってるというのが、うちの特徴で、そういったドリルが実は皆さんの持っている携帯電話とか、そういったものにの部品の加工に使われているというようなところで、私は自己満足的に、縁の下の力持ちというようなところで仕事をしてるんだというふうに今自慢してるんですけれども、そんな会社を経営している私と、もう一人今日はですね、今日本当にラジオというのが残念なんですけれども、非常に清楚で、今日も白い洋服着てますけれどもね、涼しげで、一体この人普通に歩いてたら何をされてる方だろうというふうに思ってしまうような、須藤さん、実際どんな仕事をされているのか、ちょっと説明していただけますでしょうか。はい、ご丁寧な説明ありがとうございました。お盆明けでちょっと体重が増えてますます気になる須藤理恵子でございますが、現在株式会社相模原産業創造センターという相模原市と国が8割の出資で成り立ってます、いわゆる第三セクターで相模原表面技術研究所という名前のプロジェクトを運営しております。そこではものづくり系の技術の人たちをいろいろな形でつないでいくことをメインにやっております。例えばものづくり補助金という経産省から出ている補助金の申請書の書き方ですとか、実際に開発をするときにその開発の進め方について一緒にお手伝いをしたりアドバイスをさせていただいたり、あとは大学の先生と企業さんをマッチングしておつなぎするお仕事とか、とにかく面白楽しくオープンイノベーションをどうやったら地域でやっていけるか、もう地域といっても東京からもう神奈川全部関東域で活動しております。こんな私ですが、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。なるほど、何度も言うようでね、くどいんですけども、今の説明から本人を見ても到底想像できないというようなこのギャップ感を、これから楽しんでいきたいというふうに思います。こんなちょっとね、見るとデコボココンビになるかもしれないですけれども、これから数回にわたり、ものづくりのサポーターとしてですね、いろんなことをお伝えしていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トモとリエコのものづくりサポーターズ。日本一おいしいどら焼きをはじめ、中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心、富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか。トモとリエコのものづくりサポーターズ。さて、今日は記念すべき第1回ということで、ゲストは株式会社ミナロー代表取締役、また全日本製造業駒大戦協会会長、
緑川健二さんをゲストにお迎えして、進めさせていただきたいと思います。町工場の連携で開催されている全日本製造業駒大戦、あの首謀者言い出しっぺの緑川さんですよ皆さんご存知のあの、いや今日はありがとうございます。いやいや、お招きいただきありがとうございます。ミナロの緑川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、まあ、緑川さんにはもう聞くこといっぱいあると思うんですけれども、まあ、あのそんな中でですね、一番最初にまず、はい、あの株式会社ミナロっていうのがね、はい、まあ、緑川さんの会社のことになるわけですけれども、はい、まずちょっとそこら辺から、はい、お話をお聞きしたいというふうに思いますけれども。わかりました、はい、うちは、製造業の中でも木型というものを作っております。で、木型っていうのはもう本当今では馴染みがないんですけどね、うん、昔でしたら鋳物を作るために必要としては型なんですけど、なるほど、鋳物っていうのは鉄を流して作る方法なんですけど、うん、それの原型というかな、最初に必要なものが木型だったんですが、うん、今はもう鋳物自体があんまり世の中から必要とされてなく、そうすると木型屋も当然必要とされなくなって、はい、で、まあ、12年前にリストラされて新しく会社を作ったのがミナロなんですけども、今その木型といってもマスターモデルとかね、原型とか、あとは試作品に近いような模型とかね、そういうようなものを普段作ってるのが一番多いです。業界的に言うと自動車と、造船、あとはちょろっとですけど航空宇宙、あとはまあいろいろ家電もありますし、あとは個人のお客さんからの注文も受けてやってるというのが主な仕事ですね。ちょっと今自動車とかね、製造、航空宇宙、個人のお客様、まあ、いろんな分野にお客さんいるんだなというふうに思いましたけれども、その前に、まあ、そもそも言い方っていうのがなくなってきちゃいましたという中で、例えば自動車とか、まあ、造船とか航空宇宙の中で必要な木型っていうと、どんなものになるんですか？あの自動車でいうとデザインモックアップですよね。最初新車を開発するときにデザイナーが絵を描くでしょ、はいはい、これからのこう新しい新車を出すための絵を、でそれは二次元なんですよ、でそれを初めて立体にする、三次元にするのがうちの出番。で船の場合は同じようなんですけど、最初図面で作った船を実際の船の形にして、それを水槽に浮かべてこの水の抵抗を見たりとかね、はい、で性能通り、設計通りその性能が出てるかどうかを確認するための模型船ですね。で自動車の場合は1分の1で作れるんですけど、はい、船でっかいですから、はい、大体200メーターぐらいのタンカーの模型を作るとなると100分の1の大きさ、それでも2メーターですけどね、それで作ることが多いです。大きいですね、はい。そうすると航空宇宙もやっぱり造船、船に近いような使い方をされるんですかね？そうですね、やはりその大企業というかもう国営企業的企業あるじゃないですか、はい、ああいうところから注文をいただいた時に、はい、その造船絡みの紹介で、航空宇宙の部署に紹介いただいて注文いただけるとかね、はい、そうするとやっぱり性能を見るためもありますし、はい、デザインを見るためもありますし、あとは収まりというのかな、こうなんか多分、場合によってはロケットに積んだりとかいろいろするでしょうから、はい、その時にそういう収まりがどうかを見るための確認用モデルというのが多いですね。そんな中で個人の話もされていましたけども、はい、個人だとどんな用途で？個人はね、やっぱり模型を作るのが趣味だという人からものづくりで、依頼が来るんですけど、一番多いのは材料販売の部門でして、はい、これがあのうちの主な材料はケミカルウッドっていう人工の木材なんですが、はい、それを、切り売りしてるというのかな、まあ言ってみりゃ、うちでケミカルウッドを仕入れて、それでものづくりをして、はい、余ったケミカルウッドを、個人向けに売ってるという感じですかね。そうするとどっちかというと材料屋さんみたいな、個人向けっていうのは、はいはい、そういうことです。でうちがその先ほどちょろっと言った12年前にリストラされたとちょっと話したんですけど、
その12年前にリストラされる前もやっぱずっと木型屋に勤めてたんですね、うん、その時はサラリーマンでしたけど、でそこでリストラをされて新たな会社を作った時にも、もう自分はその職人として15年間やってきたんで、自分の技はそれしかないんですよ、でもこれで食うしかないんだと、ただし見せ方を変えようと、同じ業種ではあるんだけど、見せ方を変えることによって新たな会社で、集客をしていくということを、まあ、チャレンジをしたというか、でも本当木型屋っていうのは世の中から必要とされなくなりつつある、産業というか業界なんで、まあ、だからリストラされたんですけどね、でももうそれしかないんで、僕らにとってはその技術しかないんで、それでもう一回やろうということで取り組んだのが情報発信と B2C なんですよ、でいかにちっちゃい会社であれ工場であり、そこに作ったからには、それを目立たせて、目立ってなんぼだと、目立って見てくれない、気がついてくれない限り注文なんか来るはずないと、気がついてもらうためにはどうするんだっていうところで情報発信ですよね、またその B2C、あと B2B って言葉、で B2B はビジネストゥビジネスで、相手も自分も会社だと、でその体系が一番町工場では多いんですよね、まあ、下請けと呼ばれるやつですね、相手のお客さん、会社から図面なり仕様をいただいて、その通りのものを作ってそれを納めると、注文来ない限り何も作れないんですよ、我々町工場は、でもそれじゃあやっぱりこの先どんどんその大手が海外進出して日本が空洞化してしまうとかいろんな話がある中で、じゃあいつまで俺たちは我慢してりゃいいんだと、いつまでそのこう少なくなる市場で、相手を蹴落としながらそれを奪い合えなきゃいけないんだと、これはいずれ限界が来るだろうと思って、じゃあ B2B じゃなく B2C、ビジネストゥカスタマーとかビジネストゥコンシューマーって言いますけども、その最終消費者、エンドユーザー向けに町工場自らが物を売ることにも、手をつけていかなきゃいかんだろうということで始めたのがうちの材料販売なんですよ、なるほどなるほど、で最初そのミナロを作った時にはお客さんが3社あったんですよね、でその3社を引き継げたんですよ、前の会社が畳んでしまったので、でその3社を、もらったんですが、それをいかに増やそうかと、3社のままじゃまた、リストラ今度経営者になったからする方になっちゃう、これやだと、いかに増やそうかって考えて情報発信と B2C をやって、で今12期目になったんですけど、その効果が今1000倍、顧客数が約3000ユーザーぐらいまで育ったと、失礼ですけど、サラリーマンをリストラされて、それの時にやってらしたこと、経営とか一切全然それがやってみちゃったわけですよね、もう、すごいですよね、もうあの時もね、ちょうど夏だったんですよ、暑い日でね、で7月に告知が来て、来月畳むって言われちゃったんですよ、でも猶予1ヶ月ですよ、で1ヶ月過ぎたらもう給料が入ってこなくなるんですよ、で当時は僕も家庭があったんで、突っ込むとこですよ、あ当時は今体が流しながらねで、その時にもう本当に再就職をしようか、いつのこと会社作っちゃうか、いろいろ考えたんですよ、すごいな、でもその時にね、一緒にリストラあったもう2人いるんですけど、その彼らに聞いたんですよ、もし俺が会社作ったら一緒にやってくれるかって言ったらいいよ、でもね、給料いつ払えるか分かんないよ、これから作るから、それでもいい？って言ったら、いいよ、でもね、でさらには、町工場、ちっちゃい町工場といえども、その設備とか、あとそこの建物、土地建物を借りるのにね、やっぱり軽く1000万以上金額がかかっちゃうわけですよ、で当時はその、僕もお金持ってないんですよね、今もないですけど30そこそこで子育てしてるやつがそんな大金持ってるわけないでしょ、だからその、一緒にやってくれるって2人に君たちからお金も借りなきゃいけないと、それでもいいかって言ったらね、分かったって言って、用意できるお金だけこう持ってきてくれて、貸してくれて、でそれをこう毎月毎月返していくようにしたんですけど、
もうそこまでその2人が言ってくれたらね、うん、これも僕一人だけでどっかに再就職するのはなしだなと、うん、もう3人で一緒にやると、うん、もう腹をくくって、その会社が前の会社がなくなると言われて、で1ヶ月後には新たな会社を作って、その今まで付き合いがまあ3社ぐらいしかなかったんですけど、そのお客さんたちにね、この会社はなくなるけど新しい会社で仕事を引き続きますから、そっちにくださいというふうにしようって決意をして1ヶ月で会社を作りました。それがミナロという会社で、ちょうどこの放送がある週かな、8月20日がミナロの、そうなんですか。本当記念すべき第一回になっちゃいましたね。知ってて呼んだんでしょ。うん、バレた。まあそれで12期目、12期目になりました。素晴らしい。正確にはもう13になるんですね。はい、12が終わって、はい、13期目になります。でもね、ほら企業って10年って一つの国でそこまでに、そうですね。一代でここまで大半が潰れちゃっていますからね。もう幸いにしても上りました。はい、3000倍ですからね。3000社、1000倍で3000社、はい、素晴らしいですね。そうですね。まあそんなことでちょっとねミナロの話を聞いただけで、まあ、あっという間に時間が過ぎてしまいまして、いろいろ聞きたいこといろいろあると思うんですけども、ちょっとそこら辺もうちょっと話を聞きたいんですけども、はい、CM などということで、はい、よろしくお願いします。引き続き後半に、はい、楽しみです。はい、トモとリエコのものづくりサポーターズ。ペンギンさんどこ行くのかな。ゆって書いてある。わあパパ富士山。お、あ、あったかいねパパ。うん、気持ちよかったね。でもお湯なくなっちゃったね。日本温浴研究所。トモとリエコのものづくりサポーターズ。では引き続きミナロの緑川健二さんに、なぜ会社をやっていらしたかということと会社の概要を伺いましたけど、そこからですね、今度駒大戦、今もう全国、そうですね、もう世界も含めてやってらっしゃいますけど、そう、なんで、そう、みんなコマ作ってますね。斉藤さんやんないのとかよく言われちゃうんですよ。私もコマ作らないの。じゃあなぜそのコマ大戦につながったかというお話をお伺いしたいと思います。はい、はいはい、ですね、コマ大戦でまず目的っていうのを先に言っておきますね。はい、コマ大戦一応生意気にも定款っていうのがありまして、定款とか規約とかいうんですけどね、はい、そこに目的掲げてるんですけど、はい、日本製造業に活気を与え、経済的成長を目指します。製造業者たちのモチベーション向上、学生および子どもたちへの製造業への就職、参加者の情報発信力の増強、日本国内および世界への技術アピール、B2C の販路確立、市場の創造と拡大、っていうのが駒大戦の目的なんですよ。なるほど、なるほど。すごいですね。大きいですね。大きいでしょ。で、この目的の中にはね、駒、で遊ぶって一個もないんですよ。だからぶっちゃけコマじゃなくてもよかったんです、はい、この中小企業特にね、製造業の中でも中小町工場の人たちが元気になってくれれば、それがいいと、それでいいんだ、いうことがコマ大戦の最大の目的なんですね。でなんでこういうところに行き着いたかなんですけど、さっきミナロのお話の中でちょろっとさせていただいた、うちがその B2C とか情報発信をやることによって会社が10年存続できたんですよね。今13期になりましたけど、一回リセットされてしまった、もう市場からいらないよと言われた会社が、見せ方を変えることによってお客さんが1000倍にもなるんだと、でそれが10年続いたんだと、ってことはこれ一つのスタイルが確立できたんじゃないかなと、新たなこの町工場のやり方、見せ方、そしたらね、これを一つの企業じゃなく、業界全体で同じようなことができないかなというのがコマ大戦なんです。でミナロ一社でできたことが、今度はいろんな会社がタッグを組んで、それぞれの得意分野がいろいろな情報発信をして、いろいろな市場にこう投げ打って、でそういうことをやっていけば子どもたちもそこに振り向いてくれるだろうしね、その子どもたちが将来
ああいう町工場に就職したいと言ってくれればもう閉めたもんだし、はい、それがもう駒大戦の一番の狙いというか目的であります。なるほど、はい、そうするとね、先ほどミナロの説明のところで、うん、やはり B2C っていう話をされてたと思うんですけども、はい、まあ、今もやっぱり B2C で10年続いたっていう話を聞いて、はい、まあ、改めて思うのは、じゃあ今ミナロさんっていうのはやっぱり、まあ、C ですね、 B2B と B2C って言った時にやっぱり B2C が支えてる大きさっていうのが大きくなったっていうことなんですか。全て全体のうちの割合で言うとまだ2割ぐらいですけども、でも2割売り上げができるってことは工場経営にとって非常に大きなことで、しかもうちの場合はその B2C は材料販売なんですよね。そうするとね、固定収入に近いんですよ。毎月売り上げが見込めるんですよ、うん、あ、いいですね、安定顧客っていうやつですね。それが非常に経営にとってはね、はい、支えになるのね、強いんですよ。わかります。いいですね、それは駒大戦の活動自体は何年前から、はい、駒大戦はね、はい、今2年半ですね。わー、2年半の間にこれだけこう皆さんが知るところになったわけですよね。そうですね、すごいね。なんかドバイとかも行かれてましたよね。そう、まだねドバイで駒大戦は始まってないんですけど、いずれはドバイの王族に駒を買っていただこうと思いまして、駒大戦自体はやってないんだけど、今度ね駒ドバイ空港、今ドバイに新たな世界一大きい空港を作るんですけど、その隣のビルにね、日本のアンテナショップができるらしいんですよ。でそこにこの製造業駒大戦に出てきた選手たちのレプリカゴマを置いて販売しようかと思ってますので、多分そのうち叶うんじゃないかなと。いいですね、駒を通じて大きな目的が背景にあったということが今回よく分かりましたね、でもまあそもそも論で、さっきちょっと駒じゃなくてもいいっていう話ね、されてましたけど、じゃあなんで駒だったんですか。なんで駒なんですよね、いうところですね、そうなると。で、駒大戦まだ知らない人もいると思うんで、簡単に駒大戦のルールを言ってきますと、金属じゃなくても材料は何でもいい、大きさが2センチ以内であれば高さも重量も材質も何でもいいっていうのがルールなんですよ。でその駒を町工場、町工場なくてもいいんですけど、そういう人たちが作ってきて、それを土俵と呼ばれるところでこう1対1で戦うと。で負けたら没収なんです。うん、めんこですね、昔のめんこですね、はいはい、米ゴマとかね、米ゴマとか、はい、でこれが駒大戦のルールなんですが、なんでその駒大戦を思いついたかっていうと、とある町工場の人が海外の展示会に出展をすると、その時に言葉は通じない、でもいかにその自分の技術を分かりやすく伝えるかっていうことで、ちっちゃいコマを作ってプレゼントしてたんですよ、来場者に。でそれを、日本の、なんか宴会かな、宴会でやってた時に、たまたまそのフランスに出してたコマが、その場にあったんですよ、でそれをみんなでこう回してて、ね、あすげえな、やっぱよく回るよなと、このタダであげちゃうようなね、駒なのに一切手抜かず、本当にミクロンオーダーの精度を出してくる、これが日本の職人だよなという感心をしながら話してたんですけど、でもこの駒だったら材料費もそんなにかかんない、加工時間もそんなにかかんない、全国の町工場にこれ似たようなの作って持ってきてもらって、それで日本一を決めたらどうかなということを思いついたのが最初です。それはもう緑川さんが思いついたんですね。 そうです、その宴会の席で、宴会の席で、そうだよな、やっぱりその精度っていうのは駒を回してブレないとか軸が安定してるとか、そういうところで技術力、ものづくりの力を確認できるわけですよね。そう、もうね、やっぱりプロが見ると分かる、この回した時に軸がブレないのは何でか、この精度がどれぐらい出てるかとか、本当に突き詰めるとベアリングがいらなくなるぐらいじゃないかっていうような技術にも発展しかねない、だって指で回しただけで18分もあるんですよ。18分、指でですか、すごい。そう、そういうところまで行って、
まあ、だけど一方でなんか最近は学生さんとかの参加も、ねね、出てきてるみたいな感じを受けますよね、で目的の中にね、学生および子どもたちへの製造業の就職っていうのを掲げてるんで、その特に工業高校とか、そういう子たちをどんどんこの駒大戦に引き入れようと、いうことで、あの大人がやってる駒大戦にも学生が来てくれるんですけども、子ども駒大戦っていうのがありまして、そっちは子どもだけでやる駒大戦なんですよ。でそのもうちょっと上に工業高校があって、今ね工業高校駒大戦というのも一回この間名古屋地区で始まりまして、64チームぐらい来たのかな。そんなに集まったんですか。で多分ね、そこが今東海4県でやってるんですけど、これから今各地でもその情報が伝わって、群馬でやりたいとか茨城でやりたいって言ってくれてるんで、そのうち駒甲子園的なことにもなるんじゃなかろうかなと。なんかやっぱり、ね、あのね、コマっていうと、はい、あのやっぱりとっかかりが入りやすいんですから、ね、なんかロボコンもあるじゃないですか、ロボットの、ね、あれも高校の中ではありますけど、あれは結構、ハードル高いですね。ハードル高いですし、メカニック入りますしね。そうなんですよ、ちょっと大げさになるし、組織も結構ちゃんとやらないと勝てないみたいですから、そういう意味で言うとなんかコマっていうのは、うんと敷居が低いですね。そうですね、まあ、それこそベーゴマとか、ベーゴマを持ち込んで部分から入ってるっていうんで、僕らの年代だとなんか妙に入りやすいっていう、ルールも、ルールも非常に分かりやすい。それで斉藤さん作んないですか。作っちゃいますか。なんか ね勝ちが取っていくってそれもなんかすごくいいですよね。うそうですね、他に何も商品とかいらないんですもんね、実はね、そうですそうです、それがこう自分の商品っていうか、はい、そう分かりやすいし、分かりやすい。あとね、この駒大戦にステージに上がると、あの大きな大会、まあ、ちっちゃな大会もそうなんですけど、各地のマスコミがそれを取材してくれるんですよ、はいはい、そうすると次の日の朝刊とかにね、はい、その話が載って、そこに優勝したチーム3位ぐらいのチームまで載るんですよ、もうそれだけでも宣伝効果抜群だし ね何よりも、そこに書かれたこの職人さんたちの名前、で彼らのモチベーションが上がるんですよ。普段、そうですよ ね地味にこう日陰で支えてるわけじゃないですか。しめしめなんか乗らないでしょ、そういう人が乗るとね、やっぱりもうその時はヒーローになるし ね、そうですね。なんかあの一番最初にね聞いた目的っていう部分で、こういろんなものがやっぱりこう歯車として噛み合って回転してきてるのかなっていうふうな印象を受けましたけど、そうなの。もう一つだけ事例を話していいです、はい、で駒大戦のね、市場の創造と拡大ってあるじゃないですか、これがすごくてね、まあ、手短に言うと、駒大戦に出てそこから B2C を学んだというか、駒大戦協会っていうのは B2C の練習の舞台であるということで、オンラインショップを作ってんです、で駒を売って、そこで練習をしてくれって言ってるんですけど、その後に自社の本来売りたいものをやってくれと、ということでね、例えばバネ屋さんだったら、バネのレゴブロック的なものを作って、ストリンクって言うんですけど、それがもうすでに何百万円売れたとかね、そんなに売れてるんですね。あと第2回目の優勝チームは今代官山蔦屋っていうとこに、あの芸能人が集まる、そうそう、あそこにオリジナルのブランド、ネイバーっていうのを作って、そこで、チタンの削り出しボールペンを置いてるとかね。お、削り出しって結構大変ですよね。そう、あとは、長野県のチームはね、桜コマといって回すと開くコマがあるんですけど、それを販売したところもうすでに8000個販売できました。でその後にご当地お土産として、トコトコイーナちゃんですけど、イナシのこのマスコットキャラでイナにかけて、でそれがトコトコ歩くんですけどね、それも今販売中でもう2000個ほどいったと、あとはね、サバエのチーム、福井県サバエっていうのはメガネで有名な、メガネは今あのチタンで作ってるんですね、でそのチタンでコマを作ってきたんですけど、そのコマ自体は弱かったんですが、そのブランディングをそのコマをで売ることで、学びまして、そのコマ自体も100万円ぐらいは売れてるんですけど、その後に彼がやったことは、自社が、メーカーになろうと、今までメガネの部品を作ってたんですが、これからメガネ自体を作るということで、2ミリの薄い老眼鏡を作って、ペーパーグラスですね、なんかそれ海外でももう、そうなん、売れ出してるんですよね。この間ね、ガイアの夜明けに取り上げられて、今もうね7000万円ぐらい、それ
これ。7000万。あ、すごいですね。彼らが言うことはみんな駒大生に出て、B2C を練習した効果でこうなったというふうに言ってくれてます。じゃあミナロさんが創業の時に考えて立ち上げて、その時の B2C の思いが経営手法として皆さんに浸透してきたわけです ね、 うそうですか。いや、もっと話聞きたいんだけど、本当にね、もう時間があっという間に過ぎちゃって、本当にこれからまだまだ聞きたいことがいっぱいあると。ぜひ第2回も、ね、本当に後ろ髪を引かれる思いで、1回目時間切れというふうなことになってきましたけども、どうなんでしょうか、次回の放送も、はい、次回も緑川さんにさらに踏み込んで、いやいや、この忙しい方を2回にわたってすごいですね、すごいみたいな。ますます、はいはい、じゃあ、まあ、ぜひまた次回も、はい、あの他では聞けない話にさらに踏み込んで、はい、じゃあ参りましょう。次は2人で力を合わせて、はいはい、あんなことこんなこと聞いてみたいと思いますね。はい、頑張りましょう。はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。トモとリエコのものづくりサポーターズ。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。トモとリエコのものづくりサポーターズ。はい、そんなわけであっという間の30分という感じでしたけど、早かったですね。いやー、もうなんか初回でしたけれども、緑川さんのお話、普段聞けなかった話たくさん聞けてよかったです。もう2回目も楽しみですね。そうですね、まあ30分じゃやっぱり足りないということで、本当に次回も緑川さんのお話聞きたいなというふうに思いますけれども、はいはい、まあ、ちょっとね、今日より もう一歩二歩深い話、そうですね、もう相当いろんなところでお話されてると思うんで、そうですね、もう今までに話してない話、そうそうそう、もっともうそんなの聞いたよっていうのはね、もうやめといて、そんな話もあったのって、聞いてないとか、いっそこんなこと言っちゃっていいのみたいな話を、そこら辺はもう須藤さんの腕にかかってますんで。頑張ります。まあそんなことで、はい、これからこんな感じで、放送続けていけたらいいなというふうに思っていますけれども、はい、どうでしょうね、これからいろんなゲスト、はい、交渉役は須藤さんと頑張りますよ。大物サポーター、大物、はい、ものづくり系の大物経営者も、そうですね、はい、バンバン呼んじゃいましょう、はい、皆さんもご期待していただいてもう十分なんじゃないかというふうに思いますけれども、はい、はい、このようにこれからも皆さんに面白く役立つ情報をどんどん提供していきますね。トモとリエコのものづくりサポーターズ、次回のオンエアは9月23日火曜日です。お楽しみに。